はい、綱吉ゲームズへようこそ。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回なんですけれど、前のワールドがまあまあそこそこ恵まれたワールドだったんですけれど、編集が追いつかなくて、めんどくさくなったんや、なってしまったんですよ。そこで新しくマインクラフトをやりたいと思います。今回は収録したらすぐに編集してすぐ載せる、すぐ編集、収録したら編集して載せるを繰り返して、決して編集をためないようにします。で、やっていきましょう。新しく作る、今回ね、前回綱吉ワールドでいいです。で、前はサバイバルのイージーでやってたんですけど、今回はノーマルでやらせていただきます。はい、ボーナスチェストだけください。あとね、この座標ください。はい、作っていきます。お願いします。紙シードお願いします。ジャングルとメサと砂漠と雪原とか、いやー、来てください。来てください、来てください、来てください。お願いします。お、え？なかなかいいところじゃないですか？うん？まあ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 、なかなかいいところかどうかは、周りを見て、あ、え？松明が、しょっちょっ。ちょっと待ってください。整理させてください。あ、斧が、ちょっと待って。斧がある。で、パンね。これはかぼちゃか。あ、さっき、かぼちゃもだけど、スイカの種が欲しかった。あ、いいね、アカシア。アカシアの木のあるところは好きだわ。あ、人参だ。いいね。ジャングルの木。いいですね。キノコもあるし、いいです。はっきり言ってこのワールドは好きかもしれませんね。人参もあるし、あ、魚もある、うん、魚はまあまあ食料、あ、ちょ食料庫に、まあ、はい、これでやらせていただきますと。うわ、花欲しいな。あ、まさか、まさかの、あ、ウガちゃんいるね。いいね。まさかそこになんかキノコみたいの見えた。なんていうの、もしかして粘土ブロックが取れる。あれ？あれ？メサ？もしかして。メサですか？メサ？しかも、湿原ある、湿原っていうか、なんていうの？自体？やった！メサだよ。メサがメッサあるって誰かが言ってました。名言が言っておられましたけど、素晴らしい。メサと湿地。それと森。あ、ダークウォークだよ。いいなぁ。とりあえず木を切って、これでアカシアの木とか回ってくれたら嬉しいんですけどね。まあ、夜になる前に早く僕
こう前のワールドの時もですけど、僕こう花とかワールドに飾るの好きで、ある日森の中クマさんに出会ったみたいな感じで、あのこれキノコですよね。キノコはまだいいんですよ。あ、粘土も取れるよね、湿地帯だから。いやー、いいなー。おや、向こうはあれじゃないの、なんていうの、そのアカシアっぽいような感じが。よいしょ、よいしょ、よいしょ。早く、これになる前に仮設の住居でも建てなきゃいけませんわね。それか町を自力で、あ、やめて、見つけるか。おっと、まあ一個ありましたね。バラの、バラはでっかい木が好きなんですけど、あれ、あれもしかして蜂の巣じゃないっすよね。え、かぼちゃですよ、かぼちゃ。うわ、湿地帯あそこだけじゃなくてここもあるんだ。いやー、すごいな。白樺もあるし、いやー、いいわ、このワールド最適、素敵。あ、これはもらっておかなければ。取り残しのないよ。でも僕の勘がね、あの町はあっちの方向と出てるんで、まあとりあえず向こう行きますね。よし、何個かいただきます。あ、ちゅ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 、目印代わりにね、いただいてきますわ。あ、ここは渓谷ではないんですね。この常石の缶が花あるってことは、蜂の巣箱もあるんじゃないかな。蜂の巣っていうか、わ、ロバだ、いいね。僕の勘ではこの先行ったところに町があると思う。あ、確か初期スポーンって確かこのメサの近くだったね。まあ死んだ時でもいいや、今から死ぬこと考えてる。はい、お願いします。僕のために死んで、ごめんなさい。あ、でももう白樺も欲しいな。ちょっと白樺の、全部切らん方がいいのかな。し、あとこの木も欲しい。なんせ木切るのが初歩だから。あ、ちちちちちち、リンゴとか出ないかな。お、なんか苗木が出たような、出なかったような。ちょっと待ってください。今ちょっと豚肉ちゃんでしょ。あ、ちちちちち、まあいいや。かぼちゃさん、これが丸太さん。はい、いやいやいや、なかなかのいいところですね。あ、羊、これで、ほら、これ子供だからまだ殺さないよ。あっちにメサがあるでしょ。
ということは僕のき勘では町が見えてくるはずなんだけど、メサの町ってあったっけ。まあいいや、メサに町なんてあったかもしんないし、ないかもしんないし、わかりません。あ、クリーパー、あ、違うか。ちょ、まずちょ、あ、やめて、逃げないで。やべ、夕方になるよ、やっぱいわ。あ、ちょちょ、落ちたらやばいよ。これね、本作るために一応取っときましょう。あ、夕方になってきたな。ちょっとなんていうかさ、メサのところで穴掘ってちょっと最悪建物鎌倉状態にしてあれしましょうかね。うわ、すごい広いね。ん？あれ？あれって町？この上に。ちょ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 、早く早く早く。町っぽい。町ではないか。町では。あ、町じゃないわ。でも、僕の勘がこっち側に町があると言ってるんですよ。ないか。ああ、もう。暗くなってきた。パンだけ。やばいな、もうそろそろゾンビちゃんが出てくるから、ちょっと早く縦穴式住居でもほっとかなければいけないな。あ、やばやば。でもメッサ、メサーが本当に来てくれるとは思ってなかったから超嬉しいかもしれないっす。あー、本当にグランドキャニオンみたい。ちょっと待て、やばい。ちょっとここに仮設の建て、あ、しょ、ちょっと待ってください。あれ、砂なかったっけ。土ブロック、土ブロック、ねんだわ、ねんだわな。もう、じゃあこれでここ塞ぎます。で、こうこう、いやー、もうここで肉はあるんですよね。あー、やめて。あ、作業台作ってなかったか。作業台は作ってなかったんで、これはジャングルの木でしょ。やっぱこれアカシア。なんで？ラッキー。よしーっす。ちょっとこっちも掘っちゃおうかな。木の剣、斧も作っとこうかしら。はい、木の剣、斧、
魚はそうだね、まあここに置いとこうよ。はい、え、来た？来てないっすよ。来られちゃ、今来られちゃ困るから。ここで一晩明かしたいと思います。はい、いや今回ね、新しいワールドを作ったんですけど、湿地帯とメサがね、花のいっぱいあるところで蜂の巣も期待できるんじゃないでしょうか。はい、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。感謝感激の再敬礼。